皆さんこんにちは。情熱へ奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、人を人として見ることができるようにするにはという話をしたいと思います。まあ、人をものとして、見てしまうきっかけというのを前回お話をしたんですけれども、じゃあ人を人として見ることができるようにするって、そもそもどうしたらいいんだろうって話になると思うんですよね。で、今日はまあちょっとそんな話をしたいと思うんですけど、やはりポイントは心理的安全な場を作ろうと心がけるということではないかなというふうに思います。まあ、心理的安全って何かという話なんですけれども、まあ要はちょっと難しい言い方でいくと、まあ自分の行動とか言動が、まあ他の人に与える影響を強く意識せずに、自分が感じたり思ったことを素直に伝えることができるとか、話すことができるっていうようなことかなというふうに思うんですね。まあ、要は気兼ねなく発言できるとか、自分の本心を安心して出せるみたいな場というふうに言い換えることもできるかもしれませんが、まあ、心理的な安全な場を作ろうということを心がけることが、私はまあ人を人として見ることができるようになるってことなのかなと思います。まあ、結局そこでですね、まあ要は人それぞれが感じている感情をですね、まあ話せることがあるという場がすごく人を人として見るきっかけになるというか、人をものとして見ていた人がこう人として見るきっかけにもなりますし、まあそういう場を持ち続けることが、実は人を人として見ることができるということがこう続いていくようにその場がなっていくんじゃないかなというふうに思っているんですね。だからまあその場を作る時間っていうのは、表面上はすごく仕事に直結することではないので、なんかこう無駄な時間に思えるかもしれませんが、長い目を見ると、そういう場をちゃんと持つということが、実は大事なこと、まあ人を大事にするっていうことにつながるとも言えるかもしれませんね。まあ経営者として大事な視点ではないかなと思って、今日はちょっと話させていただきました。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。